イーゴリ・ウラジー・ミロビチ・コルネーエフは、現ロシア・モスクワ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1967年、現ロシアの首都モスクワで生まれた。FC ・スパルタク・モスクワのアカデミーに在籍をしていたが、トップチームに上がることはなく、1986年に、PFC ・チェスカ・モスクワでキャリアを始めた。1989年、 当時2部に所属していたチェスカ・モスクワの一部昇格の原動力となった。1991年にはソビエト、連邦サッカーリーグと USSR カップで優勝し2冠達成に貢献。スポルト・エクスプレス市におけるロシア年間最優秀選手賞に選出された。1991年、スペインの RCD s パニオールに移籍した。百九十四年には同じ町に、 本拠地を奥へ不思バルセロナに移籍を果たすも、出場機会は少なく1995年に退団。1995年に、オランダの SC、ヘーレン・ェーンに渡り、2002年に、ナック・ブレダにて、現役引退をした。引退後は、フェーノールとのユースチームでコーチを務めた。2006年、ロシア代表に、オランダ人監督のフース・ヒディンクが就任。 オランダで培ってきた経験があることによりヒディンクのアシスタントコーチに誘われ、ヒディンクが辞任する2010年まで務めた。2009年、FC ゼニトサンクトペテルブルクでスポーツディレクターに就任した。ありがとうございます。